6番目の発表になります。早かった、日本周辺の爆弾低気圧データベースについてよろしくお願いします。はい、すみません、ちょっと油断しました。今日お話しするのは、九州大学の方で公開している日本周辺の爆弾低気圧のデータベースです。で、なんで筑波大学の私が発表したのかというと、3月まで旧大にいたんですけど、ちょっと、プロジェクト移っちゃってですね、今筑波大に来てるんで、実はこの発表をしますけれども、で今後の課題とか後で言いますけれども、今後の課題が、なんですかね、反映される可能性がどのくらいあるのか正直わからない、そういう事情もあるので、ご紹介します。で今日は本当にこれまでご紹介くださったの結構大きなプロジェクトのデータばかりでしたけれども、今回のはあんまりお金のかかっていない日本周辺の、ローカルなデータではありますが、爆弾低気圧という、皆さんもよく体験なさっている、こういうデータに関してのお話です。で、アドレスはここです。Google 先生に聞けばですね、爆弾低気圧データベースとかぐらいで検索すればですね、多分見つけてくれると思いますけれども、こういうトップページになります。で、何が見られるのかっていいますと、あまりそれを、長い期間ではないんですけども、96年、大雑把に97年以降の、日本周辺、この範囲ですね、この範囲で発生発達する爆弾低気圧に関する大雑把な情報、最大発達率のトップ20とか、あとは期間指定で検索、低気圧がどんなのがあるかと検索したりとか、月別で経年変化なんかも見られるようになっています。で、ちょっと隠れちゃってますけど、私これ発表してますけど、これちゃんと、これは共通に入っている川村隆一さんが、文科省の派遣費、これ宣伝しとかないと、派遣費で、こういうのにトップペっていう、で、実は幸いにして今年度もまたなんか継続になったらしいので、また今後の課題のところですけど、アップデートしていく予定です。で、ご存知の方いるかと思いますけど、爆弾低気圧っていうもの、大雑把に言えば1日で24ヘクトパスカル以上発達する低気圧、これに関するものをオープンだからですね。で、細かいことちょっと書いてますけれども、60度ノースでその発達、ちょっと緯度の違いを補正するために、ちょっとした発達率、爆弾低気圧の定義に合致する、気圧の降下量というものは少し緯度の補正が入っています。60度っていうふうにやったのは、そのいわゆる先人 の研究例を踏まえた上で、60度っていうのが、歴史的に使われているというのが以上です。で、ところが大震度がですね、爆弾低気圧は我々は使わんということを、言っていて、気象庁ではもちろん使ってませんけれども、爆弾低気圧、確かに気象用語としてそれほど適切じゃないのかもしれませんけど、もともとこの用語が使われる元になったのは、そのサンダーさんとジャクヌという、この論文で、ボムという、もうその名の通り、こういう表現で使われていたものです。で、これがですね、公開といいますと、日本でおそらく導入されたのは、私が知る限りでは、小倉先生が1990年の気象という雑誌で、こういう冬の会場の爆弾、格好の日ですけど、爆弾低気圧、こういう用語を紹介されました。で、試しにこの、天気、日本の気象学会社の天気の、記事検索のキーワードで、ですね、爆弾低気圧っていうもので検索してみたら、3件でですね、そのうちの1件がですね、小倉先生のものですので、ここには須磨さんが入ることなので、ここにですね、目立たないんですけど、早崎っていうのは私の名前が入ってるんですけど、この3件の中でですね、実は私の、使ったのが一番古い。それどうでもいいんですけど。で、何が見られるのかというと、こういう爆弾低気圧が見られます。例えばこれ2012年4月、記憶にまだ新しいかと思いますけども、この低気圧のこういう経路が見えて、あとシーレベルプレッシャーが見えて、衛星画像が見えて、
で今ちょっとここ入ってませんけれども、地上気象観測の降水データなんかも見られます。で災害情報、まあ、ちょっとあの内容はもちろん見れませんけど、こういう災害情報も書いてある。で、まあ、こういう低気圧のトラッキングっていうのは、どうしてるのかっていう、基本、自動トラッキングにはしてるんですけれども、人の目で最終的にチェックを書く。で、大雑把に言えばその、シーレベルプレッシャー、ゼーラ25のシーレベルプレッシャー、海面降水気圧の、極小超低気圧の中心とみなして、6時間後に300キロ以内の範囲になれば、それを次の低気圧とみなすための、変質です。で、人の目によるチェックっていうのは、例えば天気図なんかと比較して、まあ、あからさまにおかしいだろうっていうのに関しては、適宜修正を加えられた。で、まあ、何ができるのかっていうところです、冒頭の方でもちょっとご紹介しましたけども、データベースの操作としては、機関の指定をして検索することができます。このホームページの、ちょっと見にくいとは思いますが、ここ、機関を指定して検索っていうふうにやれば、年月日、何月から何日まで、何月何日から何月何日までの、あれで検索っていうのをかければ、その期間に、まあ、このデータベースに登録してある爆弾低気圧に関しては表示することができます。で、また、まあ、年なり、月なりを指定して、検索というのをかけることで、何年から 何年までの、冬季3ヶ月だけとか、3月だけ、4月だけという類の検索の仕方にも、絞り込むことができる。で、まあ、それ以外にも、これはあんまり面白くないですかね。各年ごとに爆弾低気圧何個ありますか。まあ、なんかこれだけ見るとなんか最近減ってきているように見えてはいるんですけども、この2012年に関しては、これ4月でまだ打ち切っているので、まだこの先アップデートされてません。ちょっとこれはその、人の目で修正っていうプロセスが入ることによって、ちょっとリアルタイム的にデータを更新することが難しい、そういう事情もあります。まあ、大雑把にこの、まあ、このグラフでは上限が25個になってて、97年から2011年、丸1年揃っているもののデータ期間だけでいくと、平均では日本付近だと年間で20個ぐらいの爆弾低気圧になります。で、またこれ月別の頻度ですけれども、これ見にくいですね。1、2、3、4、で5、6、7、8、9ぐらいのほとんどなくて、9、10、11、でこういうふうに月別の頻度を見ることができて、この左側のチェックノティスはこれを、まあ、オンオフすることによってその何年の何月のデータを弾くとか入れるとかそういう操作もできるようになります。でこれを見れば分かると思います。その少なくとも日本付近で言えば、爆弾低気圧の特に多いのは、まあ、12月、1月、2月、3月で、まあ、差はわずかですけれども3月が最大の頻度になります。で最大発達率のトップ20、まあ、こういうものが見えるわけですね。ここで、このナンバーが打ってあるこのフォントマークが入っている、この地点発生場所でここで発生したものがこの、まあ、20枚になっている。ここで最大発達していますよ。でその後、まあ、消滅はマークが入ってますね。まあ、そういう、まあ、履歴が分かるようになっています。でかつそれぞれの低気圧は個別に見たい場合にはこの下の方に各低気圧個別の情報が入っていて、かつこの辺をクリックすればもうちょっと細かいこと、まあ、さっきお見せしたような情報が見られるという、そういうデータです。でここまでは、まあ、我々が作ってた爆弾低気圧のデータベースだったんですけども、ちょっと時間余るかなと思って他の人たちの、まあ、どういうことも見せてるのかなっていうのをちょっと、調べてみました。でこのうちですね、ちょっと紹介可能なものとしては、この NOAA の CGC がやっているストームトラックっていうのと、あとはレビン大学がやっている、スタートアップ開催コンナクラスがあります。有名なメルボルン大学のものに関しては、今サイトの移行途中らしくリンクが切れちゃったので見えなくなります。NOAA の CGC のものに関しては、これはもしかしたらご存知かもしれません。ストームトラックだけじゃなくて、いろんなテレコネクションインデックスとか、こういったものも表示され、見ることができるサイトで、この中の一部にサイクロントラック、直近の10日だとか30日、90日のトラックも見られるとか、かつそれとですね、
ウェーブ配列、ウェーブ配列とかデシテーションなんかも重ねて表示ができる、こういう面白いサイトがあります。でまたレディング大学の方に関しては、これは北大西洋上空の強い低気圧、ちょっと強いの定義正確に覚えてないんですけど、上位200だけだとそうですが、その低気圧中心位置に対するその相対的な低気圧のセンターに対して、センターを中心にコンポジットして、いろんな物理量、降水だとか雲だとかそういったものをコンポジットして、強い低気圧っていうものがそれぞれのライフステージによって、それぞれの気象要素がどんなもの、どんなパターンが見られますか、空間分布に見せたり延長断面に見せたりすることができる、そういうものです。でこういうものが、他のところにもあるので、やっぱり我々としても、いろんなものを参考にしてこれからさらに拡張していく、一つには今既存のデータベース97年以降になっているという点で、過去および現在、さらにその直近にまで、データを更新していきたい。ただちょっと現状で先ほども言いましたが、人の目による修正っていうものを加えている以上、ちょっとリアルタイム更新っていうものに関しては、現状では難しい。これについてはちょっと全自動化っていうものの手段を何らか考えなきゃいけないかと思っています。で災害情報っていうものに関しては、これはもう手入力、情報を集めてから手入力やってるので、これはちょっとリアルタイム更新は実質的に難しい。で過去に遡ることに関しては、実は今一つネックになっているのが、今使っているヒマラヤの画像がですね、高知大の、日本周辺画像というのを使っているんですけど、これが96年9月以降しか提供されていないから、それで今中断しているというか打ち切っているんですね。ですからこれに関しては、何らかの別データから作成することで、過去に遡ることが可能だと思います。でまたその先ほど冒頭でも言いましたが、この、家計費更新して過去あと3年間なんかできるというのが決まったらしいので、河村さんとの伝言なんですけども、こういうことやってみようかなと思っているということは聞いています。あとはこれはですね、できるかどうかわからないというのがあるんですけど、フラッシュ、iPhone の、私 iPhone 使ってるんですけど、私が見られないのはなんか許しがたい。ですからフラッシュ使いたくない。であとはですね、これはちょっと研究ベースにちょっと貢献できるかと思うんですけども、やっぱり見せるだけじゃなくて、なんか使い、別の方法で、使えるようにしていくのがいいんじゃないかというところは何か考えています。または他のデータベース、いろんなデータベースなんかも中心に連携できればとは思ってます。これについては皆さんからアイデアいただければと思います。以上です。ありがとうございました。質問コメント変わりましたらよろしくお願いします。どうぞ。低気圧データベースをぜひ作ってくださいと言われたんですが、トリム台風データベースは台風の進路情報が比較的あるので、できるんですけど、前線なり何なりとか、低気圧の分野のデータベースを切り出すのがなかなか難しいので、ちょっと我々も見逃しを決めたところがあるので、こういったところとぜひ連携させていただくと、非常にトリムのデータも15年分に備わっておりますし、次もあるので、ぜひお考えいただきたいですし。はい、痛いところで消えてる顔がありますよね。30度とかだと、ちょっと低気圧のまさに発達、これからしていくところで面白くなっていくところになってます。そうですね、だからアムサツとかアムサイのマクロ波放射系も一緒に合わせてやっていただくといいと思います。はい、そうすると頻度もちょっと違いますし、幅も広くなります。災害情報を、学生が話していたんですけど、やっぱり利用を考えていくときって、そういう、河川の先の川の話とか、流域の方に投げていくとか、そういうことは考えられるので、僕も東北の方ですので、特にすごい嫌であるわけでもない。自動化はかなり進んでますよね。情報を収集するだけで、その情報に与えるとかは、それこそ流域でシミュレーターとかそういうのがありますので、そういうので離れて、いつ被害的な感じをするスペースがあるかもしれないと思います。
ありがとうございました。前半どうしよう。大変です。前半最後の方が間違えて。いやいや、